やる気元気玉木霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。今日は2月の26日の深夜なんですけれども、TOKIO の永瀬さんが2021年にも退所へっていうニュースが文春オンラインで発表されまして、まだ噂の段階なのかな。2月21日に中居正広さんが退所を発表したジャニーズ事務所で、いろんなタレントの退所が続いているのは、TOKIO の永瀬智也41歳が2021年春以降に退所する意向をすでにジャニーズ事務所に伝えていることが週刊文春の取材で分かった。2018年以降、不祥事を起こした山口達也さんが退所して以来、 TOKIO は音楽活動を休止しているそうなんですね。で、それで永瀬さんが来年2021年に退所するんじゃないかっていう報道なんですけれど、これについて本当かどうか、そして本当だったら永瀬さんにとってどのようなものになるかっていうのをちょっと占ってみたいと思います。ささっと占います。夜中なので、支度したくないので顔出しなしでやりますじゃあ手元だけでやりますね。はい、永瀬さん退所するのは本当でしょうか。1枚だけ引きますね。はい、うん、本当みたいですね。すごく冷静に考えているようです。女強行のカードなので、永瀬さん自身すごく冷静に、それは前々から考えていたのかな、本当に辞めると思います。はい、事実だと思います。では、ジャニーズを退所した後、永瀬さん、多分ソロ活動ですよね。ソロとして活躍しますでしょうか。ソロ活動を永瀬さん力を発揮して活躍できるかどうかっていうのをちょっと見てみますね。なんか夜だから口が回らない、うまく。ああ。はい、ズバッと出ました。現在やっぱり本当にさっき引いた女強行のカードが背景にあって、冷静に考えてて、で、力のカードが逆なので、ジャニーズ事務所に対して現在今本当にやる気がなくなってるっていうか、活躍の場もないし困っているみたいね、現在。そして、顕在意識、表面に現れてる意識はもう本当チャンスがない、運命の輪の逆なので機会を逃してるっていうのが出てるし、潜在意識はこれは独立したいっていう気持ちかな。皇帝のカードで、まだ来年の春ですよね。だからしばらくは我慢、その退所するまでは我慢の時期っていうのが出てますね。質問者の立場として背景にタワーの逆があって、もうなんか組織が壊れてるっていう感じなのかな。永瀬さんにとってジャニーズ事務所もうグループももう壊れてしまったっていうような背景で、もう希望がない状態ですね。だからもうグループで活動する希望がないような状況なのかな。 TOKIO として、周りの状況としても女帝のカードが逆なので、誰もジャニーズ事務所は多分 TOKIO のことをなんか考えてくれてないとか、思いやりとか優しさがないみたいな感じに取れますね。そして質問者の能力、可能性として悪魔のカードが出てるので、永瀬さんもうこのままだと事務所の束縛をずっと受けていくとか、悪い環境の中にいるとか、進むべき道を閉ざされている状態が続いてしまうっていう可能性なので、最終結論のとこ、これは月の逆なんですけれど、これだと不安なんですよ。不安が解消されるんですね。なので退所することでやっと不安が解消されると思います。しばらくまだ我慢
してね、辛いとは思うけれど、最初までもうちょっとこらえて頑張ってほしいです。はい、対策のところはマジシャンのカードが出てるんですよね。どうしたらいいかっていうと、まあ新しい環境の中に行くとか、環境だったらそうだけど、あと本当に具体的に仕事だけで言うと、クリエイティブな仕事とか、時代の流れに敏感な仕事全般をするとか、何か作り出す仕事をぜひやるといいと思います。永瀬さん曲すごい上手ですもんね、作って歌うのね。私も大好きです、永瀬さんの作る曲も演技もすごい好きだし、そういうなんか想像力を発揮できる仕事をこれからどんどんやってほしいですね。はい、ということで、すごく簡単なんですけれど、速報的にプチ永瀬さん占いをしました。もうちょっとまた今度落ち着いてゆっくり占おうかなと思います。とりあえず今日は取り急ぎな感じでバーッと駆け足で占いました。ではまた、じゃあねー。